喋るとバレるよ。あ、もう忘れたか。それでは試合、ドーラ VS 花畑エチャイカファイト。わかった。絹ずれの。後転ちなみに私小学生の時からできなかった。こうやって下がるんですよね。そう、耳にピッてして。一回やってみようか。任してもろって。ずっとこのまま。これはこの高さでやろうかな。立つの？立つの？あれ？どうやってやるの？しゃがむの。でもそれじゃ多分寝っ転がるだけ。あれ乗った方が多分勢いはつくかも。よし、ぴょんぴょん跳ねるからね、これね。よし、しゃがんでくるんだ。こうですね、いきますよ。うん、ほっ痛い。めっちゃ痛い。私のことをね、はい、しっかりと護衛してくれるっていうことでね、はい、めっちゃ期待してるよ、はい、君得意なの？ほら、でも私バリバリ得意ですよ、本当に。でも全然、本当に、うん、一人で犬鳴きトンネルとかやっちゃったもんじゃですか。やっちゃったもんじゃ。そんな本当は好物じゃなくて広島なの。やたら君なんか胸元光ってない？え、本当ですか？いや光ってるんだよな、胸元を。そこ光らすのやめてほしいんだよ。なんでですか？なんかちょっと眩しくて顔よく見づらいし、表情わかんないしさ。そんな私の顔見たいんですか？もう。めんどくさい。見てると思うけどな。絶対そうだと思います。目も一つ触れないし。うん。全然。もう帰ろうぜ。いや、リーゼ様の依頼ですよね、これ。いや、もう帰ろうよ。もういいよ。なんか適当に報告書には書けばいいよ。そんなことダメですよ、リーゼ様。ちゃんとやらないと、うん、そう、まあそうだね、さ、間違いない。でも、あの、迷ってるんで2階行きましょう。階段どこでしたっけ、リーザ様。入り口側だった気がするけど。階段あった。ナイスナイスナイス、天才。あが、行きましょう、上に。あ、できるのかな。しかもなんか怒ってないときは触れても大丈夫みたいな、うんうん、なんか、あ、そうなんですか。ただちょっとさ、わかるよ今の感情、彼女の怒ってるかそうでないかとか。わかる、私わかります、セラピストなんで。本当に嘘ついたよね今。キシって言ったじゃん。契約ないよ、帰るよ君。本当にキシ兼セラピストなんで。いや、そうなんだ。まあちょっとコーバスの雇用形態よくわかってないからあれだけど、怒ってるときはじゃあ怒ってるって言います。いや、わかった、ありがとう、頼もしい。ちょっと待って、飛んでるよ飛んでる。ちょ、セラピストセラピスト、はい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 、セラピスト今ちょっと、はい、はい、いや今あの奥にふわって飛んでたんだけど、あれは怒ってた？見てなかったです。でも多分怒ってます。多分怒ってる、飛んでたしね。巻き燃やす、燃やす、私が、あー、わー、すごい、すごい、やったー、やったやった。あ、彼女は一瞬で襲いかかってくるだろう。私の妻、うん、グレッチェンもそうして殺された。彼女に人形を与えると必ず効き目があった。自分自身にあれはもう彼女ではないと言い聞かせなくて。あ、燃やす人形と、じゃあ身代わり人形と二つっていうことなのだ。そう、なんだ。急にハム太郎になっちゃった、有栖様が。行くぞ、行くぞ、公式。あ、いた人形、ちょっと待って、バラバラだった今。どっち取ってきてる？私、あ、ちょっと待って、どうしたあれ。私復活できるのかな。あ、まだ燃えてる、まだ燃えてるならいけるかも。あ、なってた、よかった、よし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 
もう私、私一人見かけたら10匹いると思ってます。いや、それ、ご、いや、よかったよかった。とりあえず人形を見つけなきゃこれ終わんないですね、一生。そうだね。もうでも私の分かる気力産地の方がやばくなっててね、もう全然なんかもう死にそうなんだよね。言うて私もちょっと、あの、うん、いつ襲われるかという、ビャか。怖いよ。こいつ怖いよ。何やろ、え、二人の見してくれ。あ、ちょっと後ろ行くわ。あ、はい。動きは別に合ってたよね。うん。うん、あ、なるんや。なんだ？なんだ？え、私一人でってこと？カウントダウンお願いしてもいいですか？みんなにも見せなきゃ。なんか幅？幅かな？違って怪我しそう。だってそういうことじゃん。そういうことだったじゃん。でもなんかやるたびに下手になってるから、もうこれ以上絶対やらん方がいいと思う。幅って言うから。違う違う、もうほんまにそのうち歩くのも無理になると思う。そんなことないわ。